皆様こんにちは。ナビゲーターの葉月です。日本を訪れる外国人は年々増加傾向にあり、その多くは観光中心なのですが、中には変わった目的で日本を訪れる人もいるようです。その目的とは、日本のビールを飲みたいというものです。背景画像は、そのような願望を持った外国人が日本のコンビニかスーパーで撮影したものだと思いますが、改めて本当に多くの種類のビールがあることに私自身驚きます。また同じスレッドには、ビールの自動販売機は日本で最大の発明品というコメントもあり、日本の自販機に並々ならぬ興味を抱く外国人がとても多いことを感じます。日本の自販機に関しては、日本を訪れる外国人が一様にその多さとクオリティの高さに驚くのですが、今回はこの日本の自販機について皆様と一緒に考えてみたいと思います。今日も最後まで私にお付き合いくださいね。日本に自販機が多いことは皆さんもご存知だと思いますが、2016年の統計では日本の自販機設置台数は約250万台になるそうです。これに対してアメリカは約300万台、欧州も同じく約300万台、中国約20万台、東南アジア、オセアニアが約12万台となっているようです。アメリカの人口は3億人以上、欧州はその倍以上ありますので、一人当たりの人口比で見れば日本がダントツの自販機大国であることは間違いありません。ではなぜ日本には自販機が多いのでしょうか。その理由は4つあるようです。一つは、1964年東京オリンピックが開催された際に、 JR、 当時は国鉄と呼ばれていましたが、券売機を導入したことで100円硬貨が大量に流通したこと。二つ目は、1974年頃からホット&コールド機が普及し、これが消費者に大変評判が良かったこと。ちなみに、ホット&コールド機とは、冷たい缶コーヒーとあったかい缶コーヒーを1台でこなせる自販機のことになりますが、これを普及させたのは、あのポッカコーヒーだったそうです。3つ目の理由は、店舗で売るよりも利益率が良く、飲料メーカーが市場調査もできるなど、販売する側のメリットが多いこと。最後の4つ目は、日本は治安が良く、自販機が盗まれたり壊されたりするリスクが少ないこと。以上が日本に自販機が広く普及した理由ですが、私は4つ目の理由、日本の治安の良さが大きな要因ではないかと思います。というのは、外国人の皆さんが驚くのは、どんな田舎でもポツンと自販機があったり、今はめったに見られなくなりましたが、冒頭でお話ししましたが、お酒の自販機があったりすることらしいのです。もし日本以外の国でお酒の自販機があったとしたら、間違いなく自販機ごと盗まれるか、もしくは壊されてビールとお金が奪われるというコメントもありました。考えてみると、自販機は金庫と同じなんですよね。なので、海外では自販機を設置するにしても、ショッピングモールや駅の構内など人が多い公共の場所になるそうです。ところで、お酒の自販機は私はあまり見たことがありません。親の世代ではそう珍しいものではなかったようですが、聞いてみると、酒屋の前には必ずお酒の自販機があったそうで、中には2リットル缶が買える自販機もあったとのこと。もしこれが今でも残っていたら、きっと外国の方にさらに受けたと思います。考えてみれば、お酒の自販機はタバコと同じく青少年の健全育成という理由で、今ではあまり見かけなくなったのだと思いますが、やはりコンビニの登場と普及も大きく影響したように思います。ところで、自販機について調べていましたら、駅中自販機ブランドアキュアのサイトで、日本の自販機について3人の外国人がディスカッションしていた記事がとても面白く、こちらでも少しご紹介したいと思います。2017年の記事なのですが、その3人とは、中国人男性、アメリカ人男性、フランス人女性になります。
中国人男性が驚いたのは、先ほど説明しましたホット&コールド機で、海外には両方を扱える自販機はないため、これを見たとき、さすが日本と驚いたようです。アメリカ人男性はアメリカの自販機に商品見本がないことを嘆いていました。信じられませんが、ボタンしかない自販機がほとんどなのだそうです。またフランス人女性は、フランスでは商品そのものが出てこないこともしばしばあると証言していましたが、そんな時は自販機を揺らしたり叩いたりするそうで、日常的にそんな光景が見られるとのこと。もちろん全部が全部じゃないと思いますが、海外の自販機事情、私たち日本人から見ると驚きの連続ですね。それでは日本の自販機について、海外ではどのように感じているのでしょうか。引き続きお聞きください。それでは海外の反応をご紹介いたします。僕の国じゃお酒の自販機は違法だよ。外で売っちゃいけないし、しかも防弾ガラスで囲ってあるんだ。日本の自販機はすごいんだ。なんて言ったって喋るやつがあるからね。カメラ付きのものもあるんだよ。買う人の性別や年齢がわかるから、おすすめのドリンクを喋るんだよ。俺は言われた通りに買ってしまったよ。お酒もいいけど、ポカリやミルクティーも最高でした。これで日本が一気に好きになりました。ジュースで果肉が入っているの知ってる？知ってる知ってる。あれ、最初飲んだ時、かなり驚いたよ。カルピスソーダ最高。ボスを忘れんなよ。あれは俺のエネルギー源なんだから。俺の国は法律が多すぎて住みづらい。もっと緩い日本に見習うべき。こうなったら日本に移住しましょう。俺は日本旅行の最中に初めてビールの自販機を見たんだよ。コーヒーやスナック、おもちゃくらいなら今までに見たことがあったんだけど。ID とかを要求されるのかな？いや、どうだろう。俺は写真を撮っただけだから。確か、酒パスカードっていうのがいるんだよ。すぐに発行できるのかな？ベルギーにもお酒の自販機あるんだけど。日本はどんなものでも自販機で買えるんだね。本当に日本は不思議な国だよね。日本の自販機って100メートルごとに置いてあるよね。この前泊まったホテルにはビールの自販機が置いてあったよ。認証システムなんかなかったように思うんだけど。レモンの絵だからレモンソーダと思って飲んでたら、なんか酔ってきたようだ。バカ、それチューハイだよ。知ってるよ。あれ、めっちゃうまいんだよね。カクテルまで売ってるってすごいよね。日本では街中でお酒飲んでもいいんだよね。日本は大丈夫だよ。だから東京じゃ駅のあちこちに酔っ払いが寝てるんだ。本当に無防備な格好で。日本は本当平和だよね。本当かそれ。財布盗み放題じゃないか。人類のあるべき姿が日本にはあるようです。俺も自販機でビールを買って、日当たりのいい公園で気の済むまで寝てみたい。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。日に日に進化する日本の自販機ですが、最近はおむつも買えるようですね。でもそれが当たり前に思えるのは、私が自販機文化に慣れた日本人だからかもしれません。ところで、自販機の普及と進化の陰には、日本人特有のおもてなしの心が根っこにあるのではないかと思います。商品の補充スタッフに対しても、感謝の気持ちを持ちたいものだと思いました。それでは今日はこれでお別れです。次回もお付き合いくださいね。葉月でした。よろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。